ワールドダイスラジオワラジワラジ。皆さんこんばんは、ワールドダイスター大鳥ココナ役の岩見真中です。皆さんこんばんは、同じくワールドダイスター静香役の長谷川育美です。この番組は演劇ガールズプロジェクトワールドダイスターの魅力と情報をお届けする番組です。テレビアニメは現在各プラットフォームで配信中、そしてゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムも絶賛配信中です。始まりました、本日第14、違います、なんですごい14ぐらいになりましたよ69回、まだ始まったばかりだまだまだ目指せ20回、ね、いいですか、ちょっと進めますよ今回のタイトルコールなんですけど、うん、何でしょうか、何でしょう、まあもう大体いつも通りね、この、はい、ここ今椅子が匂わせ椅子がありますけど、その前ゲストに関係する何かでした、はい、もうゲスト分かってるもん ね、あそうですね、がねやってる趣味みたいな、そうですね、皆さん当然分かっていると思うので、こういうロンツモみたいな言ってるけど4人とかでやるやつ、やるやつですね、そうです、そういうやつですふわそういうやつですはい、あのイベントの感想とかはそうだまだ再来週ぐらいに紹介します、うん、再来週です、再来週ですね、再来週になります、なぜなら私たちは今まだイベントをしている時空にないので、うん、歪みにいます、そうなんです、まあ、さまよっている漂っている、はい、その間の空間に、ね、時空の歪みにそうおりますので、はい、まあ盛り上がったことでしょう、うん、そうですね、まあサリちゃんいるし、そう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 全のっかりなのやばい、もうかき回してくれていることでしょう、盛り上げてくれていることでしょう、うんうん、ということでぜひアーカイブなんかもねまだ見られますので、あそうそうそう、チェックお願いします、お願いします、はい、じゃあ今日はゲスト会ということで、うん、さっさと登場していただきます、さっさと登場さっさとさっさとすいませんさっさと登場さっさととかそういう言葉遣いしないの、先輩でしょ、さっさとって言いたかったですよ、なんか登場したいので進めていきましょう、登場したいのでってゲスト側の感情になるな、やばいよ今日回ってないよ今日やばいぞじゃあもう本当に始めていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、ワールドダイスターラジオわらじ開演です。この番組はゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムの提供でお送りします。ワールドダイスターラジオわらじ、改めまして申し訳ございませんでした岩見真中です、長谷川久美です、あ、早速、はい、もう一回謝罪してください、もう一回謝罪して、本当に、もう本当に申し訳ございません早速、今回のゲストさんに来ていただいております、ご挨拶お願いします、どうも、皆さんさっさと参りましたワールドダイスター夢のステラリウムよろずいるる役の山村ひびくです、よろしくお願いしま す、ようこそ、来たくて来たくてたまらなかったよかったです、一目散にさっさと来てくれた申し訳ございません、頭がね回ってめちゃくちゃ面白かったなんとエデンからは、はい、うん、吉岡真也さん、そしてリンさんに続きまして3人目のゲストになります、おお、どうですか、最近お会いしました、うん、それこそもうワールドダイスターの夢捨ての生放送で同じ回に出させていただいたのが一番直近かな、記憶も新しい、うんうんうん、まどこちゃん、うん、でもなんかすごい前に感じない、確かに新しいとか言って結構前に感じます、でも今年のことですよね、今年のことな気がする、1月ぐらい、私はもうだいぶ前な気がしますね、あのそれこそ本当ワールドダイスターの、うん、なんかこういう、うんうん、あー、特番のこういう、はい、あのななこさんがここに佐久さんが司会進行してくださるさあのこういう、ね、V 字にみんなでこう集うタイプの、うんうん、無茶ぶりに答えていくあの生放送だから本当にキャラ紹介とかしてたぐらい、 その時に発表、その時に誰がどのキャラをやるかを発表だったから、じゃあ毎回あのゲストさん、うん、役名言えないで最初挨拶するその時だった、その時、ね、じゃあだいぶ前だ、かなり前だね、もう年とか行きます、え、そう
あでも1年は経ったなんか1年、うん、去年ぐらいだった記憶があるけど、うんうんうん、どうなんですかね、わかんないですからね、時の流れってわからないぐらいって思ってても実は前かもしれないし、ね、そうそう今も漂ってますから、ね、歪みにねおりますからね、そうなんですよ。じゃあそんな山村さん演じる、あ呼び方を決めましょう。あ、え、何で思い出した。いつも恒例でしたね。そうだ、いつもやったりしていた。呼び方さんがいらっしゃると、私の、はい、あ、なんて、えー、私なんか勝手に前回はなんか勝手に響くさんって呼んで、うん、なんかね、いいで響くさんって呼ばれることが多い、うん、あとはまあ響くんとか、うん、まあでももう響くさんが多いですね。響くんは呼びづらいと思うから、響くさんが一番しっくりきます響くさんと呼ばせてください。ありがとうございます。え、私はどう呼べばいいんですかね。私はもう全然もう下の名前がマナカというので、マナカちゃんと呼んでいただくことが多くあります。分かりました。陽キャパターンはマナピッピ、え、マナピッピマナピッピとかマナティとかたまにあります。あ、なるほど。じゃあな、何がしかの呼び方で呼ばせていただきますありがとうございます。私はハセミかハセちゃん、うん、あ、そうなんだ。あ、下の名前じゃなんもないんですよ。ハセミかハセちゃん、二大巨頭で今。いや、二大巨頭でもうこれ好きな方をって言うんですよ。じゃあ何がしかのよ、何がしかのよ、はい、いやなんか人のこと呼ぶのちょっとね、あの緊張しちゃうのよ。そう、確かになんかね、そう第一声で呼ぶときにすごい緊張しちゃうから、まあ、楽しみに我々は、うん、呼ばないかもしれませんけど、皆さん呼ばなくても呼ばなかったなと思わないでください。いつか呼べるぞっていうタイミングで呼んでいただければ、いつでも呼んでいただければということでですね、あのそんなや、あ、響くさんが演じるよろずいるるですが、はい、どんなキャラクターなのかご紹介お願いします。はい、よろずいるるちゃんは、劇団エーデンの、劇団員なんですけれども、うん、17歳の高校3年生でございます、うん、でも高校3年生のピチピチの高校生のはずなんですけど、すごい中身が親父で、うん、もういつも、まあ、オープニングでもねやられてましたけど、うん、なんかまあ、ご近所の仲のいいおじさまたちと麻雀を振ったりとか、はい、そうです、麻雀でした。そうそう、麻雀でした。そうそう、いろいろなんかちょっとね、そういう、まあ、まあかけてないですけどね、かけてないけどかけごとみたいなゲームをやって遊んだりとか、うんうんうん、なんかちょっとね精神年齢が高いというか、うん、そういう部分がある女の子で、うんうん、初美ちゃんとの付き合いも一番長いキャラクターになりますね、うん、なんか私としては、初美がエデンの、まあ、お父さんだとしたら、うんうん、イルルはお母さんだなと思ってて、そう、結構その個性が強いキャラクターが所属してる劇団で、うんうん、結構バチバチな時もあったりするんですよ。そうですね、みんなこう初美っていうところを見てるから、それ以外はなんかそう、なんかね、しぐれちゃんと大黒がいつもバチバチしてたりとか、なんか結構ね個性が爆発してて、うんうんうん、だからそれをうまくなんか取り持ってくれる、まあ、ちょっとお母さん的なポジションだななんて思ってる子なんですけど、確かに強いの多いですから、うん、自分の限界を悟っているキャラクターでもあって、うんうん、その、センスとしてはあらゆる役で合格点を出せるっていうセンスなんですけど、うんうんうん、満点は取れないっていう、うん、そういうね、はい、キャラクター、これ結構苦しい、その感じは割とこれ結構役者、役者冥利というか、そのの心情的にはかなり辛いわよね。多分みんな辛さわかると思いますそこの部分って、なんかギクって なりますね、なんとなくねすごい、その一つのね劇を作っていく上では大事なね、一人ではあるんですけれども、うん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 、なんか自分の中ではそういうところを悩んでるみたいな気持ちですね。なるほど、はい、ありがとうございます。そうなんですよね、見た目的にはなんかここを結んでたり、うん、すごい可愛らしい、ね、可愛いよね、そんなの子だけどちょっとおじさんっぽい、ね、またギャップで、まあ、めっちゃ可愛くて、おしゃれだし、めっちゃ可愛い、最初はなんか、あ、小悪魔系とか思ってた、うん、確かにそうも見えるかも、表情もね、ね、そう、スタペロって出す、出たけど、うん、なんかその収録に初めて行った時もうもっと親父っぽくみたいな、あ、そうなんだ、
った、もっともっとね、あのなんかね、ごめんねみたいに言われてる、あディレクターさんからもはやこんなに可愛いのに、そうあのね、見た目はすごい可愛くてね、女子高生なのよ、だけど中身もっとその声はもう若くていいんだけど、もっとこう精神をおっさんにしてみたいな感じで言われたのを覚えてます、ね、なるほどな、なかなかもうイルルちゃんを演じることがまず結構ハードですね、いろんなとこに意識を向けなきゃいけない、ね、でもなんかそのこう世話焼きなおばちゃんみたいな感じでやってみてって一回言われて、あそこからなんかあなるほどこうやっぱりそのお母さん的な感じでこう取り組んでいけばいいのかなっていうところを掴んでからは結構演じるのが楽しくなってきたというか、喋り方からもこうなんか落ち着きというか、なんかその確かに、ね、どっしり感というか、うん、どっしり感をそういうのはすごい心がけていると思ったりしてますけど、ね、いいですね。響くさんとの共通点みたいなのってあるんですか？いやもう共通点ありまくり、やばいの、なんかそのイルルのこう心情、まあ、役者やってる皆さんはみんなそうかもしれないけど、でも本当に私はイルルの気持ちが分かるなというか、私もあの器用貧乏なタイプなので、なんかその割とその演じる役の幅もいる、なんか割とどっちかというと広めの方なんですよ、なんか子供もやったりとか大人の姉さんもやるし男の子もやるしみたいな、だから だけどこう自分の中でいつもこうあなんかこうなんていうか合格点を もちろん目指してるつもりだけど、なんか、ま、満点を目指してるつもりだけど、うん、なんかこういつもそこに己の芝居は行ってるのかみたいな悩みをいつも自分持ってるから、うん、なんか本当にこのキャラクターをあのいただいてシナリオを読み進めれば進めるほど、うん、気持ちわかるぞ、うん、みたいな、うんね、ありますね、だいぶ感情移入しながらしちゃう、いや本当それこそこの収録をしてるちょっと前にあの収録がまたあって、はいはいはい、イルル的には結構大きな山場というかそういうところもあったりしたんですけど、いや本当にあのかなりイルルと一体化できたんじゃないかな、うわ気になるちょっと読みたい思います、ちょっとイルルファンはいろんな意味でドキドキそうですね、いや苦しいよ、うん、そんなメールもなんか来ているみたいです、ラジオネームビータさんからです。イルルを演じていらっしゃる山村さんゲストということでぜひ聞いてみたいのですが、はい、以前開催されていたイベントベッドオンフェイスにてどんな役でも合格点は取れるけど決して主役にはなれないと思い込んでいるイルルと演技に対して貪欲な一面を見せる大黒とのやり取りが印象に残っています。バイプレイヤーに徹しながらも心のどこかで主役をやりたいと思っている自分に気づいたイルルのセリフに心打たれました。自分の心に気づいて前進し始めるイルルを山村さんはどのように見ていたのか、よければお話伺ってみたいですといただきました、うんうん、本当に今のまあ確かに、ね、お話ですよ ね、うんうんねうん、いやでも私はもうイルルはちょっと諦めすぎじゃねって思うところもあるから、もちろんそれはね自分の経験してきたものとかいろんなものが作用してだと思うんだけど、いやでもだからその大黒にこう背中を押されてというか、そのされてちゃんとこう初見にねやりたいんだって思いをぶつけたの本当に素晴らしいと思って、な何事もやっぱやってみなくちゃわからないじゃないですか、だからもうそこは本当にもっとやろうぜイルルってめっちゃ思った、うん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 、私もイルルのそのキャラクター性って私も結構自分自身も結構同じようなこと考えるタイプなので、めちゃめちゃわかる、なんかこの自分のなんか今の年齢とかになるから余計になんかその、うん、まだ高校生だし、ねえそうだよ、なんか全部早いよみたいな、ね、なんか楽観しすぎなのよそうなの、なんか今考えることじゃないよってそうまだまだ可能性あるよ、ね、でもそれだけね周りにいろんな個性を持った人たちがいるっていうのもでかいんだろうけど、うんまあ、そうだろうけどね、よりね隣の芝生が青く見えちゃうじゃないですけど、うん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 、
比べちゃうのかなっていうのは、やっぱ自分で気づかない自分の持ってる輝きって絶対にあるから、うんうんね、あるある、うん、そうそうそう、だからもっとこう自分のやりたいこととか欲を出してほしいなと思う、うん、なんか割とイルルはその劇団員のみんなの気持ちをすごく分かってくれる子なんだけど、うんうん、そんな子こそ自分のことに一番気づいてないじゃない、うんだからもっとね、うん、自分を大事にしてほしいなと思いますね。うん、確かに、うん、ねえ、いろいろも結構いろんなジャンルの曲歌ってますもんね。うん、そうですね、うん、どうですか、なんか印象的な曲とか。あ、そうですね、うん、あのもちろん自分のオリジナルソング、うん、もう本当この前撮らせてもらったって感じなんですけど、はい、都政遊戯っていう、うん、あの曲がこの前公開されたのかな、うん、なんか、うん、はなんかそれまでは割となんかこうなんて言うんだろうな、まあそのやってるお芝居に準じた楽曲とか、うん、まあカバー曲とかが多かったんですけど、うんうん、なんかその今話したようなイルルの内なる思いみたいなものをこの楽曲の中に詰め込まれてて、うん、だからその今までのレコーディングの時はまあいつも通りのイルルで歌って、うんうんように撮ったんですけど、なこの曲の時はなんかどうしますみたいな、あの結構今までと趣向違うじゃないですかっていう風にディレクションしてもらった方とも話をして、うんうん、ですよねみたいな、で楽曲的にもすごいかっこいいものだから、うん、なんか、まあ、ちょっとそこの部分をそのキャラクターっていうものを少し削ぎ落としてもうちょっとこう心の部分を多めに乗せてもいいんじゃないですかね、うん、みたいな話をしながらレコーディングした曲です。わーすごい、うん、だからちょっと今まで聞いてたイルルの雰囲気とはちょっと雰囲気がもしかしたら違うかもしれないですけど、うん、それはそういう思いがあってというか、うん、いや本当に貴重な話だらけだったのですが夢捨てないでもう一気にちょっと薄くなっちゃうんですけど、でもこれあのノルマみたいなもん、絶対聞くみたいな、はい、先に聞けばよかったから、いや確かにいいんですいいんです、ちょっと余韻に浸りたいんですけども、うん、なんか本当にもう見た目とかも何でもよくて、はい、あのこのワールドダインスターの中でこう、はい、推しキャラみたいな子っていたりしますか。はいはい、それね、難しいよね。もう理由は何だって、もう理由は何だっていいんですよ、本当に美酒、そうなんです、美酒優勝でもいいし、そうなんですよ、あら動かなくなっちゃった、あ来ました、いやー難しいですよね、まあ、まず劇団からね、はいはいはい、はい、いっぱいありますね、だいぶいますからね、キャラクター、シリウス、銀河座、電気エデン、あのね、まあそのエデンのみんなはもちろん大好きで、一番関わりの深いみんなだからもちろんっていうのはあるんですけど、まあそれ以外でいくと、でもやっぱシリウスって素敵ですよね、いい劇団だなって、もうタップしちゃう、思われてシリウスタップしちゃう、いいだ、いいだ、やっぱり並びが、まあ結構、まあ、もちろん全員素敵なんですけど、なんか結構そのえ、おっとっと、左寄りの二人がすごい輝いてる、すごいなんかおっと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 、全員可愛いですよ、可愛いけど、いいんだけど、おっと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 、おっとっとっと、私はカトリナかな、作戦失敗、失敗だ、でもわかります、私もカトリナちゃんを見ちゃう、あのそうカトリナ可愛いよね、可愛いですよね、いやあの金髪でちょっとちっちゃい子に目がないんですよ、うんうん、そうですねしかもグリーンアイズということで、はいはいはい、もう大好きなんですよね、可愛い、いやでも本当いいんですよね、カトリナちゃんも、でもあと別の子で言うとあとカミラちゃん、うん、はい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 、もう好きで、うん、あのイルル的には上吉って言って、うん、結構ギャル仲間じゃないけど、はいはいはい、でよくあのなんか交流があるキャラクターでもある、うん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 、でもそのあれカミラちゃんも金髪だったような気がします、緑っぽい感じか、うんうんうん、ギャルも好きなんですよ
あいやカミラでも分かります。いいっすよね。いいよね。派手な髪の方が。あ派手なそうなんかアニメ指草も結構あまあ、ねうんうん、綺麗な、まあ、そうなんですけど、でもなんかその二次元のキャラにしかない、うん、あなんかような、うんうんうん、結構あのビビッドな髪色の子に確かに、なかなかこのカミラみたいな確かに可愛 い, いあでもルーズソックス履いてるしね。可愛 い, い。可愛 い, いのが。でもカミラもやっぱこの似たギャップというか、うんうん、あこれ、ね、そうだね、すごく強そうに見えるけど、うん、みたいな、うんうん、そうなんですよね。確かになるほど、うん、ありがとうございます。たくさんお話をしていただいて、はい、ありがとうございます、はい、あ閉めますか。はい、メール1通でした。すいません、あすいません、たくさん送っていただいて皆さんありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということでここで1曲お届けしたいと思います。それでは響さん曲紹介お願いします。はい、ではでは先ほどお話をしました、私が演じさせていただいておりますよろずいるるちゃんのイメージソングをお届けしたいと思います。よろずいるる CV 山村響で都政遊戯。続いてはこちら、夢捨てアルバム&フォトジェニック。このコーナーでは夢捨て内でのキャラクターのフォトジェニックな一枚を募集、その魅力を再発掘していきます。今回ピックアップするキャラクターは劇団エデンのトネリニカコとよろずいるるです。はい、いるるについては先ほどご紹介しましたが、うん、ニカコについて改めて紹介しておきます。トネリニカコは15歳の高校1年生、青ヶ島生まれの島育ちで元気にのびのびと暮らしていたが、初見と出会いエデンにスカウトされたことで演劇の道を志す。演技経験こそないものの純真無垢な性格ゆえ凄まじい役の憑依を見せるというキャラクターです。はい、では早速紹介しますね、はい、ニットンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。岩見ちゃん、はせみさん、ゲストの山村さん、こんばんわらじ。こんばんわらじ。こんばんは。かっこよくて紳士的な姿のニカコと黒いドレスでシックに決めたイルルンを4分割ショットでアルバムにしてみました。この2人の対比大好きですと、はい、いただきました。でははい、見てみたいと思います、はい、じゃんじゃん。おー、なるほど、すごい、めっちゃいい、いろんな角度から、こういう風に作れるのね、うん、あすごい、いい、すごい、めちゃくちゃいいな、このシルエットのもいいよね、激エモ、めちゃいい、なんかこの背中向き合ってるっていうのがいいね、いいですね、向き合ってるわけじゃなくて、ぜひじゃん、すごいんですよ、じゃじゃん、この背中を向け合って、うん、あの向き合ってる、なんて言ったらいいの向き合ってるんじゃなくて、うん、こう背中を向き合って、あれ背中を背中合わせのカットがね、いいですね、いいですね、素敵なお写真、わどっちもこのシックな衣装がいい、いやめっちゃいいな、似合いますよね、ニカコのこの紳士感もすごいいい、ニカコいいね、なんかショートヘアだから余計にこう、映える、いいですね、マントも凛々しくて、うわめったとっても最高です、これは最高ショットでした、ということで、はい、お時間です。すいません、あのあすいません、あのいろいろね、あの送っていただいているんですけれども、はい、ちょっと時間が来てしまったということで、ららららここまでとなりますが、はい、まあ、私たちにはわらじのおまけというものがね、おまけコーナーがありますので、ちょっとそちらで読みたいと思います。はい、はい、ということで次回
4月25日の放送ではしずこをピックアップします。そして最後です、5月2日の放送では大鳥ココナをピックアップいたします。はい、はい、やった、もうラストスパートに入ってます ね、はい、ぜひとも皆さん、はい、キャラクターの素敵な1枚送ってください。以上、夢捨てアルバム&フォトジェニックでした。ここでワールドダイスターからのお知らせです。夢捨てのボーカルアルバムが続々リリース中です。4月24日水曜日に発売となる第3弾劇団電気のアルバム出会え X マキナが現在好評予約受付中です。さらにボーカルアルバム第4弾シリウスの輝きのようにのリリースが決定いたしました。我々シリウスのメンバーが歌唱する楽曲を中心に集めたアルバムとなっております。対象店舗で購入すると劇団ロゴアクリルスタンドが特典としてついてきますので、ぜひご予約ください。現在キャナルシティ博多サウスビル地下1階のバンダイナムコクロスストア博多にてワールドダイスターキャラポップストアが開催しております。夢捨てのさまざまなイラストを使用した新規グッズ販売や必ず景品がもらえるミニゲーム劇団電気のディスティニーガラポンを展開しております。4月21日までの開催となりますので、この機会をお見逃しなく。次にゲーム情報です。4月16日より協力公演に新たに銀河シアターが追加されております。これまで入手経路の少なかった導きのかけらを一度の開催で最大10個獲得できる内容となっておりますので、ぜひチャレンジしてみてください。またイベントブルームタイムラプスが、本日22時までの開催となっております。もうちょっとです、簡単にあらすじを紹介します。春を迎えのんびり過ごすシリウス一同、しかしパンダが突然シリウスには新人がお花見の幹事をする伝統があると言い出し、ココナたちは突然お花見の準備をすることに。計画を進める中、ココナは何か気がかりな様子で、ココナたちの歩みを振り返る春らしい温かく賑やかなイベントとなっております。イベント新楽曲には大鳥ココナ CV 岩見真中さんとカトリナグリーベル CV 天木サリーさんが歌うフレンズパーセカンドが追加されておりますので、ぜひチェックしてください。なおイベント期間終了後もイベントストーリーの視聴や新楽曲のプレイはできますので、ご安心ください。以上、ワールドダイスターからのお知らせでした。できました、ワールドダイスターラジオわらじ。そろそろお別れのお時間になってしまいました。この番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送と同時に配信されていますので、お好きな方でお楽しみください。アーカイブはワールドダイスター公式ホームページのラジオの項目からも飛べますので、ぜひチェックしてください。はい、ということで今回の放送をお送りしてきましたが、ひびくさんいかがでしたか。はい、マナピッピ、あ、うん、ピッピの方なんだ。まさかピッピ、ハセミンミ、ハセミンミ、今日はありがとう、新たなエピソード嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。あっという間でした、ちょっと喋りすぎちゃった。いや、もう本当に貴重なお話、ね、役の話聞けるのが一番、ね、本当にいいんですよ。聞いててめちゃくちゃ楽しかった、楽しかったです。なかなかね、がっつり役の話できる機会も確かに、ね、少ないと思うので、今までもなかった気がするので、ありがとうございました。また来てください。また来てください。お願いします。はい、それでは別れの時間となりました。この時間のお相手はワールドダイスター大鳥ココナ役の岩見真中と、静香役の長谷川郁美と、ゲストのよろずいるる役の山村ひびくでした。せーの、バイバーイ。この番組はゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムの提供でお送りしました。ワールドダイスター大鳥ココナ役の岩見真中です。静香役の長谷川郁美です。よろずいるる役の山村ひびくです、はい、こちらはワールドダイスターラジオわらじのおまけコーナーでございます。今回は、はい、何をしました忘れたんですかさっきの話ですよ。夢捨てのアルバム&フォトジェニックをやるんですよ。いつしか行けなかったからやります。いきます。
はい、はい、ラジオネーム忘れなぐささんからです。ありがとうございます。今回はよろずいろるちゃんとトネリニカコちゃんがピックアップされていたので、それぞれ1枚ずつアルバムを作ってきました。1枚目、自慢の笛を披露するイルルちゃん、うん、2枚目、笛を聞いたことにより不思議な力を手に入れて空を舞うニカコちゃん。どういうこと？すごいストーリー仕立てになってる。ファンタジーな物語。じゃあ、1枚目、はい、あ、こっちかな。ババッと両方、うん、あ、ババッとで、じゃん、どん、お、あ、吹いてる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 、すごいすごい。しかもなんかおしゃれ、なんかあのこうじゃなくてこっちの横笛ですね。そして、おー、不思議な力が、不思議な力が、袖がこう前に行く力が、確かにあんまり袖、袖がここ行くことないからね。確かにすごい力だなこれは。え、じゃあちょっとお見せしますね。いい、難しいですね。こんな感じです。じゃんじゃん、笛を吹いた後に、ね、そう見えますか。すごい、これよくぞ、ストーリー仕立て、ね、よくぞ考えましたね。本当にスタンプもいっぱい押してる、ね、こんなにできるんだ。もう画面が楽しい、ね、うん、画面が本当に賑やかな、うんうん、漫画みたいに見えるよ ね、 ね、すごい、ありがとうございま す、では続いて、うん、あらささんからいただきました。ありがとうございます。にかこを一言で表すとしたら純粋。ほとんどの人がこう答えるだろう、うん、私が思うにかこの最大の魅力、それは彼女の純粋さゆえにどんな色にも染まることができる、つまりどんな衣装や役でも似合うということである。そんなニカコの魅力の一部をお伝えするためのアルバムがこちらだ。何この口調、どこの小説家だよ。じゃあこちらだ、じゃあ見せていただこう。おじゃん、おお、すごい、 めっちゃサイン入ってる。すごい、いいサイン入ってる、いろんな笛吹いてる。私が今度は友達、ニカコがニカコイルルが今度不思議な力を得ちゃうよ。これ役柄のね、パターンも入ってる、髪型もいろんなパターンも、ね、いい、すごい、めっちゃいい、めっちゃいい。 お見せしますね。じゃん、いろんなニカコです。すごい、表情が ね、うん、なんかニカコっぽくない表情もあったりとか、いい顔してます ね、 ね、かっこいいキリッとした表情もあったり、素晴らしい、すごいいいですね。さすが、皆さんのセンスが問われますね。小説家、続きまして、ラーアさんからいただきました。ありがとうございます。イルルとニカコは普段はあまり尖っているエデンのメンバーという感じはしませんが、エデン版オペラ座の怪人では2人とも普段とは異なり完全にエデンの役者で、そのギャップが好きだったのでそこからアルバムを作ってみましたということで、オペラ座の怪人からですね。なるほど、オペラ座の怪人、はい、じゃあゆいくさん、はい、開けます。せーの、じゃん、お、確かにこれはそうね、なんか役者の顔ですね。イルルかね、うーん、一瞬わかんなかった。確かにこれだけバッて見たら2人ともなんかやっぱこの役っていうか、うん、そのイルルとニカコには見えない、うーん、すごい、見せますね。髪型からね、そう、髪型が違うのはまあもちろんなんだけど、やっぱ表情がすごい、ね、表情がねいいんですよ、やっぱこの役柄入ってる時のね、写真いただくと、ね、すごい素敵なところを切り取っていただいて、わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。そして続いてオレンジさんからいただきました。ありがとうございます。テーマはイルルの目力です。イルルの大きくて魅惑的な目、時に狂気的な表情を見せる MV でのワンシーンを逃さずショットに収めましたと、はい、お、ワクワクしてしまう、こんなの 見ますね、はい、じゃん、うわー、すごい、あ、ほんとだ、こんな、きれい、すごい、MV の時か、 MV でこの一瞬一瞬を見逃さず切り取ってくれたということですね。これも全く同じ感想でした、ね、すごい、すごいとしか声がすごいね、ちょっとお見せしますね。すごい、これです、超綺麗、すごいね、なんかこのサイドのこう魅惑的なさ、ね、この目力でこの狂気的な目とかもすごいし、なんかこんないろんな表情を見せてくれてるんですね。これは確かに魅惑されてしまう、魅惑だ、
あらいいですね、いいですね、ありがとうございます。なかなかこれ珍しいショットかもしれない。確かに、美しい、はい、どんどんいきますよ。続きましてラジオネーム K さんからいただきました。ありがとうございます。僕の最推しキャラであるよろずいるるがコーナーにピックアップされた上にゲストで山村さんもいらっしゃると聞き、ワールド大至急メールをワールド大至急メールを送らせていただきます。うまい。実はこのことは僕にとって本当に大切な一枚なんです。聞いてあげてください。ちょっと推しキャラの声優である響くさん的にはそんなにうまくなかったらしい。ちょっと言わないであげてくださいよ。でも私は好きだよ。好きだった。ワールド大至急使った。ワールド大至急、ワールド大至急読ませていただきます。はい、お願いします。実はこのフォトは僕にとって本当に大切な一枚なんです。なぜなら夢捨て公式ディスコードで行われたよろずいるるお誕生日お祝いキャンペーンにこのフォトで応募した結果、見事当選をいただいたからです。当選をした時は本当に嬉しくて涙がちょちょぎれました。おーん本当か、本当かおーんってなくたえたのやつ。山村さんの演じるイルルンが本当に大好きです。これからもイルルの日常を表現してくださるの楽しみにしております。おーんのせいで急にふざけてるやつに見えてしまいましたけど、独特見ますね。じゃん、あー、かわいい、かわいい、私ゆるるの私服めっちゃ好きです。ね、かわいいよね、このちょっとスタジャンみたいな、うん、あ、いい表情だ、これは、いい笑顔だわ、このなんか飾らない笑顔がいいよね。うん、じゃあちょっと見せますね。こんな感じです。どうですか、いい、上着の下に着せる服、うん、ちょっとあれですよね。何、ちょっとあれです、ちょっとエッチだと言いたいのかここに一個こう、ここ空いてて、確かに、まあ、ちょっとね、確かにちょっとこう胸元の露出がね、うん、広めではありますけどね、上の服をこうしてることによってなんかちょっと、うん、カジュアルに見せてるが、確かに、うん、甘辛ファッションですね。そう、うん、それですね、甘辛だ、甘辛ですよ。いや、素敵なお写真ありがとうございます。すごいね、はい、本当にたくさんいただきましたね。ありがとうございます、はい、ということでそろそろ、うん、お別れのお時間にいかがでしたか、なってしまいました、ね、いや、うん、でも本当、あのニカコもイルルも、うん、いろんな表情の部分を切り取ってくださってて、うん、いやなんかこんなにその改めて見てこんなにいろんな表情を見せてくれるんだって思って、うん、なんかそのキャラクターにもそうだし、そのもうゲームを作ってくださった、ね、スタッフ陣の皆さんにも本当に敬意をというか、そうですね、すごいいい作品ですね、本当に、うん、しかも切り取る方によって全然こう、ね、見せ方が違ったりとかして、ね、いろんな楽しみ方してくださっててめっちゃ嬉しいな、嬉しい、本当にありがとうございます。皆さんありがとうございます。ということで引き続きラジオ本編もお楽しみください。せーの、